はい、さんま岩尾先生です。皆にね、人間たちに特にね、ちょっと教えたい話でちょっとビデオを撮ります。ですね、私はね、国立大だろうとね、私立だろうの大学だろうと、大学の名誉教授の資格は持ってますね。ということでね、大学の先生の資格は、普通の大学の、ね、先生の資格は、というか、特別に優秀な大学の先生の資格は取っております。大学卒業でね、ここまでに和光大学文学部の勉強を終えてから、ね、高校までにね勉強しちゃって、それから神奈川国家大電気科を卒業して、その時に大学の先生の実習をして資格を取ってますということですね。で、ほとんど家は東大、3人は東大卒業してまして、それ以上に私は東大じゃなかったですけど勉強しておりますということね。で、今回言いたかったのは、能力者という、悪くない能力者ね、じゃないと通用しないんだけど、悪いね能力者はダメなんですよ。その説明でね、上の能力者っていうのは必ず下のね、生物が攻撃来ることがあります。上の能力者に対してね、全員ですよ。で、地球で私は一番上の能力者なんで、人間全員がね攻撃来ることはあるんです。辛いですけどね、それに対抗できるのが能力者なんです。悪い能力者はそれはね、対抗できない、力がね取れないんですよ。というのは、上の能力者が宇宙にいまして、それが味方してくれないんです、悪い能力者の場合はね。わかります？その違いがあるんですね。だから人間たちの能力がある程度ある人でも、悪い人しかいないからね、やられるんですね、下に。人間たち全員にね、全員、例えば 下が全員下の能力だけども、悪い能力者に全員がきついけど攻撃来た場合はやられちゃうんですね。というのは、宇宙 の上の能力者が助けないから、悪い能力者は。ね、まあ簡単に言って、私の場合は地球で一番人間の中いるけど、一番能力者なんですよ。上高いんですよ。だから人間全員が攻撃来るんです。下のね能力者がね、全員っていうことは、上はいないわけですよ、地球にね。だから人間全員が攻撃来ることあるんですね。辛いですけどね。その時に私は上の能力者の舞台で生きてますでしょ、ね、だから地球にいなくても宇宙生物が助けてくれるというふうに言えば分かりますよ。力を貸してくれるというようなことと思ってくださいね。悪い能力者は 上の宇宙生物が助けてくれないことが多いでしょ。悪い宇宙生物しか助けてくれないんですよ。だから下の低能力者ね、人間たちがね攻撃した時に対抗できないの、わかります？その違いがあるわけですね、私と人間たちの違いね。で、能力、正しい能力者だったら助けてくれますから、問題はないわけじゃないけど、苦しいけどに、ね、全員がね、下の生物が全部攻撃来たらね、人間たち全員がね、苦しいでしょ、それ。だけど、上の能力者はもっと強いんですよ、全然。ね。だから、一人であっても生きられるわけですね、私のようにね。ね。人間全員で対抗してきても、上の能力者だから対抗してくるんですよ。ね。ということなんですね。で、こっちの動きだから、能力があったって、他はどうかあったって、人間たちのことだからね、有料だから、なんかお金くんないとやんないわけだね。ね。こっちだと余裕ないからね、私一人しかいないんだから、地球ではね、能力者が。ね。だから他のことでは同じようなことというか、じゃないけども、力貸しはね、有料になるわけですよ。その分のかかる経費になるわけですね。
で宇宙生物が助けるんだからもっとそのツケっていうのは私の方に回ってくるわけで、1万倍もお金もらえないとダメなわけですよ、ね、私の仲間が助けたらね。これは収穫として僕はもらっていいんです、全額ね。わかります？でそういうことをねちゃんと正しく話して教えたかったということですね。私は大学の先生の資格を持ってるということで免許を持ってるんですよ、ね、普通の人は簡単に話すことは許されませんけど、個々にねごちゃごちゃ言うことは許されませんけど、説教することはできませんけどね。私は国立だろうと私立だろうと大学の先生の国家試験のね名誉教授のね免許を持ってるわけですよね、ということをよく知ってください。他へ言ったら捕まえていいわけです、免許持ってなければということですね。ちょっとお話したかったんだけどね、どうもありがとうございました。